腹立って約10年もじゃった。この代打が憎いな。まだ同時でネットで働き合っている。ここ最近調子悪すぎだ。いや本気はまだまだ。そう言ったのはこれで年度目のセリフだろう。無造作な部屋、一重の両目、ワクレキは銃の下でご存知も出ない。いなりは三流、お涙をどうちょうだい。僕ら優等生じゃないか。だから主人公でいいや。な電気スライッチいいや、いいや、いいや。何人かいつのなんてんすなっていいや。な電気スライッチいいや、いいや、いいや。最低で結構どうなっていいや。ヨンセンチメンタル愛は適地面許のロケット。140文字のポエムに放っている。これ相当にガッと決まったなら筆で見しないや。ただいつまでこうしてやり過ごすつもりだろう。泣けるポエム被害も当然。逃げ足だけが得意のデイ。餌を夏のみ口だけ干渉。獲物には即が敗走。嘘も方便だって言うさ。だから同情なんていいや。な電気スライッチいいや、いいや、いいや。何人かいつのなんてんすなっていいや。な電気スライッチいいや、いいや、いいや。最低で結構ヒッピーだっていいや。腹減ったらやる気が狂った。またスマホをいじった。だからどうしてベッドで死んだふりをしてる。くだらったらいつか楽ちんだ。ならどうしてこうしない。そりゃ僕もこれぼっちの隔てだからだろう。まだ噂のあいつがバグった。正直狙った。だからどうしてベッドで僕が聞いてる。ここ最近調子は盗みが。いや本気はまだまだ。ここにもらってくれお釈迦様。な電気スライッチいいや、いいや、いいや。何人かいつもなんてなっていいや。